やばい。あ、ええ今気づいた。えシミュレーションしてない。そう、あ、そうなんだ。そうだ、今ここでやろうと思ってたら忘れてた感じ。まあまあたまにはね。やるシミュレーション。いや、本人がいるからさ、本人いる状態でやってみようか。たまには本人役本人にやってもらったらどうすか。いや、待ってください。私がハラミさん役やりますよ。いやいや、たまにだからハラミさんやってみたいよ。いや、本人役やってください。やってください。いや、だってシミュレーションというか、だって結果わかってんじゃん。いや、予告シミュレーション。予告ドッキリはいっぱいあるけど、予告シミュレーション。同じことやったんだから。自己シミュレーション。自分がどう動くだろうかってやってください。どう動くかって、自分今動いちゃった。やべえ、一回ね、踏まえたら理想のね。そうそう、理想ってなんだ。経過だから2周目です。人生2周目だと思って。あー、強くてニューゲームな。そう、強くてニューゲーム。理解早いんだよな。ゾンビ込みが強くてニューゲーム。ゾンビ込みが早いんだよ。よし、じゃあちょっとさっきの感じいくか。行こう。よし、あー、乾杯。乾杯してた。おめでとうございます。ちょっとやってないごめん、ちょっとごめん。いや、ガチでちょっと忘れちゃった。手本見たい。手本やって。出た。シミュレーションさ。あ、じゃあ2人でやるでしょ。どういうこと。2人ダブルマッチが分かんねえ。ダブルマッチもらいたいじゃん。最近ハマってるんですか。それあったっけ最近。そう、まだ見てないの。それ行きなさい。動き方が分かんねえんだけど。ダブルマッチもらいたい。ダブルマッチもらいたい。やばい。いやー、もう遅いなー。遅いなー。遅いなー。忙しいだろうなー、きっと。最近どう。これはさすがの私は。切れんな。今そうだね。BGM も流れました。なんだろう。ねえって BGM 流れました。なんかねっとりしてないですよ。随分なってるな。いや、これはマックスの。テンポがおかしかった。え、こんなもんか。なんかもっと切れな感じ。いやよ。こんなもんか。もっと。あれ？もっとなんか説教されてる感じ。いや、正座した方がいい。軽くダメ出し。軽くダメ出し。ダメ出したってやるわけないと。でも、やっぱり編集頼りかなって。あ、なんとかしろよみたいな。マジダメだし、マジダメだしないですか、裏編集か、スーさん。マジダメだしないですか。でも、飛躍なんだから、編集ありません。これ、ひらがな。いや、使わない。切らないですよ。本編で使わない。あ、本編用のシミュレーション撮ってんだっけ今。だから今の僕と村井さんなんですよ。いや、本編でやってたら時間編集どうすんの。本編用のシミュレーション。本編用か。まあ、本編につけてもいいけどね。そこはでもあれですけどね、村井くんの友達のシミュレーションみたいですけど。村井くんの友達。え、どういうこと。村君のガチ友達がいるじゃないですか。はい。のシミュレーションです。え、ガチ友達のシミュレーションじゃない。いや、まさか矢崎さん。矢崎君今いなくね。矢崎君今いないですか。矢崎君忙しいんじゃない。矢崎君そこそ本当に忙しいじゃん。いや、友達が私が暇みたいな言い方して。友達君も本当に忙しい。忙しいんだこれ。友達君だって忙しいんだよ。矢崎君今いないよ。いないいないか。
でも私、あ、そうか、でも人生で2回だけ同窓会出たことあるんですけど、2回とも安明くんと一緒に行ったね。ちょっとさ、友達行ったらさ、あれだけどさ、ちょっと山口、忙しい山口くんにさ、飲み物だけでもさ、持ってってあげていいかな。一軒誰行くって言ってたからな、でも飲み物だけでもちょっと渡したい、飲み物だけでも取りに来てくんないかな。優しいなぁ、優しいなぁ。山口くんいいんだな。山口ないかな、喉乾いちゃってるかな。山口くんコーラでいいかな。山口くんでいいのかな。山口くんコーラでいいよ。コーラとお茶どっちがいいのかな。山口くんコーラとお茶どっちがいいのかな。あ、じゃあコーラで普通に答える山口くん山口くんそうそうギリギリ顔映ってる顔映ってる肩だけ映ってる肩だけ山口くん肩だけ山口くん山口くんちょっとひょっこり走ってくれちょっとひょっこり走ってひょっこり走ってくれ山口くんさすがやな山口君にエクレアもあげよう。山口君エクレア食べて。やったあ、え、普通に嬉しい。え、じゃあもうキットカットもあげて。キットカット彼にキットカット山口君はね、あのガチで急ぎの編集があるからちょっと大変だ、大変だ、そうだよね。いやでも、端元の口内炎が端元って言うんですよ、焼肉の部位田んぼ町の口内炎が割と痛くてしょっぱいものとかをこうスムーズに食えない。いや、食えないと思うんですよ。甘いから。甘いのは大丈夫だな。食べた、食べた、いただきます。うん、今気づいたから、あそこのホワイトボードに桜って書いてあるんだね。僕は書きました。うん、今気づいた。桜だ。桜まで咲かせて龍内さんの野望です。ヤコ、うん、確かに確かに桜林リオネ、確かに確かに、なんでコンビ結成してんだよ。さっきと桜林リオネさん。いや、今年お花見とか行った？いや、それがね、俺今年はお花見はね、あのこういうザみんなでワイワイみたいなのやってないっすね。いや、やってないというか会社じゃやんないじゃん、基本こういうのって、はい、あんまり。そうですね、やんないですね。やんないね。やんない、ザ・花見みたいなのやってないっすね。ザ・花見ザ・花見じゃない。俺もそう聞こえました。俺もそう聞こえましたからさ、言いましたよね、今ね。今言いましたよね、今言いましたよね。あれ、ザ・花見って余裕だよ、これ。映画化、映画化してる。映画化の映画の。あれ、ザ・花見え、怒られた。副題は、副題ザ・ハラミンの副題。怒られた。映画はザ・ハラミン。怒られた話、いいですか。怒られた話、いいですか。怒られた、去年女子怒られた。やばいなんで、いろんな人がワンちゃん本人たちが見るから。いいじゃん、怒られた。そんな、怒られたんですか。いや、怒られてない。なんか、まあ、怒られたっていうか、なんかちょっと、そう、なんかもう、あきれが悪いじゃないか。なんかちょっと、こう、まあ、友達たちがお花見するよってなった時に、もう何年か前の話ですけど、お花見をするよってなった時に、僕がこう、後から誘われたんですよ。うん、で、こう、まあなんか、もっと大人数でやった方がいいかな。うんうん、もう俺がなんか、もう勝手に誘っちゃったんですよ。ああ、こういうことだよ。こういうことだよ、つって。そしたらなんか、ちょっと趣旨が違ったらしくて。ちょっとまあ、なんか少人数でしっぽりやるみたいな。なんで呼んだのみたいな空気になって、ちょっと人数増やし、席、あの場所取り大変だから場所取りも行ってねみたいな。でちょっと、あ、すいません、あるよ、揉めたっていう。ちょっと、いや、揉めてない。俺はそれ悪いなと思ったから。確かに、先に取らなかったな。取り行ったんですよね、場所。そうそう、場所取り、朝めちゃくちゃ早く意地でもこれはもう、いや、これはもう悪いな。そう、でもこう、なんかこう、やっぱこう、大人数でやった方がさ、楽しいからさ。でも、いや、だから、それは、その、いい、まあ、お花見やろうって言った女の子らしいんですけど、僕はその女の子が、そのグループに好きな子がいたと思うんですよ。それでね、はい、その距離を縮めたいみたいな。そう、少人数でやって、ちょっと縮めなかったのに、あるなんか、リオネさんが多分いっぱい呼んじゃったからみたいな感じだと思うんですよ。プンプンですね。プンプン少女漫画ですね。そうなんですよ。そうかな。じゃないですよ、リオネさん。全員でそういうことやっちゃうからね。いや、俺はだって、いっぱいいた方がさ、みんなでやった方が楽しいと思う、ね。だからそうです。そう、誘われてなかったらなかったら寂しいじゃん。寂しい、寂しい。だからできる限り誘いたいな。そうなんですよ。みんなでやった方が楽しいから。まあ、私はどっちかというと少人数しっぽり派かな、もう。か
考えが陽キャン。でもハラミさんはやらないもしくは少人数で少数。僕は行かないっすね。100人近くの俺らに誘われてる。さあ、ほらほら。原口くんが。どっこりはんが。どっこりはんが。誘われてる。俺らに誘われてる。誘われないっすよね、山口さんね。そうなんです。僕らそれでいつも慰め合ってます。いやいや。明らかに大人数派でしょ、ガースは。いやー、ガースさん意外と。意外とね、とんがってるんで、なんか自分そうそう、とんがってて怖がられて誘われないでほんととんがって、とんがって地元じゃねえ、ガースさんヤンキーや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 横切ると切りそうみたいな。なんでヤンキーの人ってヤンキーじゃないって言うんですかね。ヤンキーだね。ヤンキーヤンキーヤンキーもっとヤバかったぞ、もっとヤバいマンジですよ。僕が違う範囲がわかんない。いやマジでもうやばいですよ。どこ中まで、ね、どこどこ中って、でもやばいやつがいっぱいいたんですよ。構想が始まるどこ中だけで、あ、もう僕の市の1番強いやつと2番目の強いやつが僕の中で、喧嘩を打ってくるとかないです。平和なんですよ、逆に。おだからやばいです。そんな感じです。一番強いってのは何で決めるの？喧嘩決めるの？喧嘩しに行くんですよ。喧嘩しに行くの？今アンパンマンみたいな。喧嘩しに行くの？本当に喧嘩しに行くの？すごい。ボコ。ボコボコ。現代だよね。現代です。結構ね。いや結構、まあ、荒れてたわ、荒れてたんですよ。やっぱり大変やったんですけど。荒れててもさすがに他校と喧嘩とかしないよ。しない。したことない。いまさにおもちゃが今言ったけど、クローズの中でしか見たことない、ね、もしくはろくでなしブルースか。そうなんですよ。確かに知ってるやつも見たことない。短乱とか、うわ長乱とか、それはあったとしたよね。そんな長乱とかそんなありました。いや、ブレザートッコークはあった。そこじゃねえ、トッコークはあった。あの卒業式はなんか生きったやつらがトッコーク着てるみたいな。へぇ、それはあった。それはあった。それはあった。それぐらいあったね。最近はもう減ってるらしいよ、でも。へぇ、そういうのか。あれ成人式とかも減ってるらしいんですよ。あー、こう SNS とかの問題になるじゃないですか。それでなんかこう、もう一生ね、傷を負っちゃうもんね。一生の傷を負うっていう、そういうのがあるから、結構みんな真面目な感じでだいぶ減ったらしいです。そういうニュースが流れるじゃないですか。流れる、ね、テレビとかでね、ワンチャンやらかした若者で出ちゃう。そうよく出るから最近は。それでですね。はぁ、まあね、迷惑をね、かけずにね、楽しむってのが一番ですから、ね、間違いない、間違いない、あれが一番。まあ、あんまり他人とか殴っちゃダメだよ。ほんまだ、じゃれるくらいってなんだよ。ハラミさんも一回もお花見したことないですか？僕は、いや、サッカー部ではありますよ。あ、ほら、さ、でも男だけだらけですよ。いやいや、でもそれ、いや、俺も全然あるの、それ。ここだらけで、フルレジャーシートは、レジャーシートも引かないか。そうっすね。サッカー部のイメージ何なんですか。レジャーシートはシャーレ。サッカー部が別に地べたら這いつくばってると思う。いやいや、なんか引きますよ。引くのめんどくせえからそこは引くのかみたいな。引く。あ、引く。引きますよ。あ、そこは引く。引くが引きます。でも、その1回とかかな。じゃ何話すの。え？戦術で。いや試合中に話すよ。いやでもハーフタイムじゃねえんだからさ。でも遠からずで、サッカー部の部室とかサッカー部で飲み会行ったりとかすると、大体サッカーの話か女の話ですよ。大体どっちか。なんか あのあいつが速かったとか、あいつが上手かったとか、それかあの子可愛かったとか、そのどっちかの話しかしないですよ。やっぱそうなる。戦術でやっぱりお前があのフォワードを止めなかったからあの時みたいな、そういう。あ、なるほど。試合の話永遠に言われますよ。なんかもうつくねくんが高3の時にあのフリーキックの時マーク外したんですけど、それを未だに言いますからね。お前があの時マーク外してなかった。あ、高3の時の高3の時のやつを33になって未だに。すげえ。でもスポーツってそうだよね。はい、つくねはありとあらゆる返しも全部使い果たしたと思うんですよ。多分返しないと思いますよ。多分ニコニコ笑って聞いてるしね。つくねずっと言い続けた。そう、ずっと言い続けた。多分また始まったなって思って。はいはい、そういう話ねと思ったんですよ。まあでもそういう話になるよ。なんか結局俺も大学のさ、
その人たちとやっぱ卒業してこうお花見行こうよってなってもやっぱそういう大学時代のエピソードトークになるなんでしょう。なる、まあ、特段新しいエピソードないもんね。そうそうそう、この中ないないない。それか本当になんか今何 してどういう仕事場についてんのみたいな、はいはい、でもなんか仕事の話するのも嫌じゃん。嫌だそういう時。せっかく忘れるために行ってんのにね。そう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 。だからさ、忘れるために行くの本当そうか。いや忘れるために行くんですって。僕は忘れたくないですもん。僕は俺を売るなよ。俺を売るなよ。いやいやいや、今忘れるために行くんですもんね。どうやってドッキリ引っ掛けようかなこう数字のことと考えてくれ、やっぱ忘れるために行くらしいです。違う、忘れるために行くの。いやいや違います、違います。仕事の士気を高めるために。行くことによってよし明日頑張るぞって忘れるためにね。そうだ、大半の人はでもそういうなんか普段の仕事疲れとかを忘れるために行くんじゃない。大半の人は、大半の人はそうです。そう、逆に同窓会とか本当に行かないけど、そういう集まり週末に行ったらなんか疲れるから。分かる分かる。逆に仕事感がありますけどね。ああ、こんだけ言われたら行くか。皆さんだってもう仕事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 が大好き、うん、仕事が一番リラックスするんですか。うん、すげえ、すごい、すげえ、すげえ。資料作ってる時とかが一番楽しいんですか。解き放たれてる、解き放たれてる。あの時が解き放たれてるんだ。すげえ、バサ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 。なんだろうそれ。レアですよね、本当に。まれなケースだと思うな。そんな人な。じゃない気がする。いるのかな。まあなんか芸能界の方とかだったら、村井さんだって別にね、動画まあ出てる時はまあ楽しいっていうのもありますけど、動画出てない時普通になっててスクワットとかしてますもんね、会社員。営業もしてるし、ね、それで楽しいだから本当に。転職というか、動画出て喋ってる時と資料作ってる時どっちが面白いですか。あ、比べらんねえな。また全然ね、違うもんですよ。かっこいいな。どっちもどっちどっちもどっちどっちもどっち。ただ今これ比べらんねえな。ハゲさん、何だろ、比べらんねえな。比べらんねえな。比べらんねえな。比較するもんでもねえな。なるほど、確かに。比較するもんではないですね。それ違う。自分たちの画面とゲームの画面をこう重ねて 0.1 秒刻みでこの動機を測ってる瞬間とかですら比べられねえな、うん、別に嫌じゃねえもんね。嫌じゃない、嫌じゃない。急にどうしたの。マウスちょっと微妙にこう 0.1 ずつこうやってずらして、合ってるかも、合ってるかもっつって動機をね、動機を、動機をスペースキーで動画ね、動画ね、あと 0.1 秒、あざらどうなの、あと 0.2 秒、あ、行き過ぎた、バカみたいな。あれもあれでいいよね。カズオとかってそんな動機、そんなやるんすか。今年やるよ。それ動機取り忘れたからね。いやいやいや、そんななんか 0.1 とかじゃない、うん、まあ、私 0.1 刻みでやってる。パパパパパパみたいな、なんか今リズミカルだったね。練習だ、大体もうこれだったら、タタ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 って言ってた。今、通したね、今ね。タタ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 カーマつけ出しました。カーマのためのこうアルコールフリーなのに、なんか飲み会トークみたいな。美味しいですね。いいね。でもこのさ、ひらがなだからいいけどさ、この中に今のさアルコールフリーだからみたいな、すごいなんかアンケみたいな。皆さん、お酒のブランドの皆さん。こういう風に紹介できますよ。できますね。自然な感じで すごい自然ナチュラル。美味しいなーっつって。なんかブルーシートを見た瞬間にあのスイカ割りの動画を思い出しましたね。ああ、懐かしい懐かしい。昔のね、早かったっすね、今回のドッキリに関しては飲み込みが。ん、あそこら辺でビクつきました。うん、なんかおっおって思って、いやすぐでもみたいな、うん、もう完全にこれ飲み会だと思って。これ完全に飲み会だ、完全に飲み会だ、飲み会始まってる、飲み会始まってる、違う。いつからやってたんだろうって思って。もっと早く飲んでよ。いや、いつからやってんだろうこの人たちって。いや、ここだとは思わないけど、廊下歩いてくる時からすでに大きい声が聞こえてたんで。ああ、なるほど。ああ、そう。なんかすげえ騒がしいな、車内で。はい。で、ピピって入って、ああって思いました。楽しい。いや、やってるわ。もうやってるわ。それは本当にお花見みたいな感じだね。うん、なんか、ああ、騒がしくなってきた、ここら辺からみたいな。うん、す
どの部門がなんかそのこんなに大声でなんかいろんな話してんだろう。なんかブルーシート見えた瞬間に納得しました。大体、まあ、この自分たちのチームか。大体社内でね、覚え出すのはうちですから。そうだね。そうですね。ないですね。最初以外ないですね。確かに。も撮影する前に大声出しますって、みんな言ってますから。すごい大声になります、ね。もうそれであんまり大声出ないね、うちの会社は。いやいや、普通なかなかないっすよ、大声出てる会社。仕事中に大声出ない。仕事中に大声出ない。結構私、いくつかの会社、まあ一社しか前職ないんですけど、あの1年に1回ぐらいに殴り合いありまして。えそれガス席ガス席。いや、その営業とか開発とかいろんな部門の人たちがまたがって1個のプロジェクトをやってるわけ、とかで、その各々がやっぱり大規模だとかかる人数多いし、カウンターパートも多いから、それぞれがこう話をする中で不整合が起こって後でトラブルとか、そのお前のせいだこっちやなとか、巻き戻したんだよみたいなことでなんか止まらなくなったりとかした時に、もう普通にこうカーッとかっつって、怖い怖い。大人たちがそんな喋っていいですか。何回かありましたよ、もう10年以上前ですけど。今じゃね、やっぱりその60人ぐらいで1個のプロジェクトとかになると、もうそのリーダー同士もその部下10人20人のアクションをもうデイリーで刻むじゃん。それがこう破綻した時になんかやばいことたくさん歪みで起こるじゃん、玉突き事故みたいな感じでとかで、もうガチで、あっ殴り合いが走って手が出たみたいな。へえ、村井さんはそれ漏らしながら見てるんですよ。ちょ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 、いやいや、私よりあの上の立場だ。上の立場待て、あ待てっつって、待てっつって、やめろっつって、やめろっつって、気持ちわかるけどっつって情熱持ってやってたんだな。まあ、殴っても別に解決はしない。それだけ武器になるってことですね。じゃあその例えば殴り合いになる雰囲気とか村井さん見てるじゃないですか、うん、で僕とリオダイさんで喧嘩ドッキリとかやったじゃないですか、うん、もう全然違うんですよ。あ、本物はって本物やっぱ違うんですか。いや、まだ違うだろう。なんかでもそうだね、それ相手比較すればですよ、うん、元のバ比較するとやっぱり立ち上がったって思った瞬間から手が届くまで早いから、あもう躊躇がないというか、もうそれ用に動いてるから、あパン、なるほどね。あノータイム、あビッキジロック、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 ドカッパチビッキジロックが入る、それは違うんだよ、それはない。擬音の、擬音のビッキジロックを取っててめえ、この野郎やりがるって、ビッキジロック。でも10年以上前ですね、私も本当まだ若い子ですね。若いわ、それは本当に若い子ですね。怖い怖い怖いな。でもすごい必死だったからね、間に合わせるんだ。いやー、よかったっすよ。会社で飲み会できる会社でよかったっすよ、うん、ドッキリとは会社の中でドッキリとはこれでもドッキリじゃなかったら怒ってるじゃん、これさ。あ、別にいや怒りましょうよ。いや、怒りましょう。それは怒った方がいいっすよ。だってこれカメラ回ってないところやってんすよ。それはやばいっすよ。じゃどうすんすか。カメラが回ってなくてこれやってたら多分、うん、楽しんでんねっつって椅子にさせて仕事しますいや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 、ダメだ、止めましょうよ。ここは何やってんだ。いや、もう信じてアンパンク入りたいって言う人いるぞ。いや、仕事をやってればいいじゃん。ああ、なるほどね。やることやってる、やることやってれば、あ、終わってんだなって思うとさ、やることやってんだなって。いや、みんなやることやってなくてやってたの。そう、どうする。やることなやってなくてやってたら仕事しろって。まあまあ、ですよね。それはそうです。それが正解です。それは正解。それは正解。はい。うん、まあそんな感じで、うん、お花見トーク。まあお花見って多分こんな感じなのよ。結局話がこう、こうわちゃわちゃしてこんな感じでお花見ってやるの。でもこれぐらいのリズム感で仕事できるといいよね。リズム感。リズム感。どのどれぐらいのリズム感。どの話ですか。なんか平日とかに2時間ぐらい喫茶店でお茶飲んでても回るぐらいの人になりました。それはそう、それはそうだね。素晴らしい。ゆとりを持って、ゆとりを持って心に余裕ができますからね。時間があるってその2時間の、ね、コーヒー飲みながら何するかっていうと、次何しようかって考えるんですよ。ああ余裕のあるあれですね。目の前の作業に追われるのではなく次を考えるという、はい、っていう
以上なんか閉まったんですか、はい、ここまで見てくれて、はい、ありがとうございました、はい、メインからここまでありがとうございました、はい、ぜひね、ひらがなアップマークをチャンネル登録して、楽しんでください。お願いします。ちょっと気になる裏話だったり、まあなんか変なショートムービーだったりなんかいろいろ上がりますんでね、よろしくお願いします。変なショートムービー上がることありましたっけ。あるじゃん、たまにある。村井さんが飛ぶ村井さんとかあるあるじゃん。あるあるある日常みたいな。あるある。オフィスビデオです。オフィスビデオです。よろしくお願いします。たまに山口さんも出ます。山口さん今日忙しいです。今日忙しいです、はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。